リースベルク発電所取水地、ニッター川川口ニッター川は、ドイツ、ヘッセン州を流れる川でニッター川左岸の支流である。ニッター川は、ホーゲルスベルク山地のヘルヒエンハイナー平野付近の、降水量の多い高地森林地域に流出する。この川がジーヒエンハウゼミア、カウルシュトース、ゲーデルンの近くを流れ、ゲーデルン湖に水を供給する。ヒルテンハインで、 ニッター川は発電所のあるフォールシュタウを通る。オルテンベルクリー付近では、オルテンベルクリー用水式発電所の調整地のカタアラを流れる。この池には、ニッター川だけでなくヒラースバッハ川からも水が供給されている。グランブルク付近では、ニッターラウエン自然保護区のカタラを流れ、ニッター川はリントハイムに至る。ここでは、ビューディンゲン方面から流れてきたゼメンバッハ川を、 合わせる。アウトバン A45 の下を横切って、ニッター川は、ベッターラウに至る。アルテン下と、ヘヒストアンデアニッター及び、アイヒエンを過ぎて、ニッターラウへと、川は流れる。この町の名前は、ニッター川の河原の草地にちなんで命名された。シェネックを過ぎ、ニーダードルフェルデンの近くをニッター川は、バートフィルビル方面へ向かい、グローナウ地区でニッター川に合流する。 人工的に直線的に改修され、コルセットを付けられたニッタ川とは対照的にニッター川はほとんどの箇所が自然の川床のままである。毎年秋や冬になるとニッター川では洪水が見られ多くの部分で堤防を越え、アルテン下とニッターラウやシェネックでは大きな故障地帯を形成している。周辺住民の環境意識の強まりや、 浄水設備の建設などでニッター川には魚が豊富で種類も多い。ニッター川は多くの箇所で河川水質等級クラス2に格付けされている。中世にはこの川はアイヒエン、ヘルデンベルゲン、ニーダードルフェン、あるいはビンデケンなど流れに沿って設けられた水車が経済上重要な意義を持っていた。現在でももちろん水力ではないがシェネックでは フィリッピミューレやティルマンミューレといった穀物の製粉業が営まれている。オルテンベルクリーの近くにはリースベルク溶水式水力発電所がある。ヒルテンハインではヒラースバッハ川の水をせき止め自然の高低差を利用して電力生産を行っている。この発電所の背後の調整地は野鳥の生息地に場所を提供している。池には水車用の導水路もある。 一機の水車が自家消費分の電力を生産している。ニッター川の渓谷沿いには交通路も伸びている。フランクフルトアムマインからグラウブルクシュトックハイムへ、ヤーレンからゲーデルニアグレーベンハインを越えて、ラウターバッハへとニッタータール鉄道の軌道がこの地域を走っている。他にも連邦道路 B521 や B275 は、 数キロメートルにわたってニッター川沿いを走っている。ハイキングやインラインスケート、サイクリングにもニッター警告は適している。グラウブルクからラウターバッハへのかつての鉄道路線跡が自転車道となっている。ありがとうございます。